ね、はい、3種目を終わったところでビチェロワが 68.40 でわずかに 0.075 の差でフィラトワが追って、それから 0.2 の差でダビドワがついております。さてこの間に段違い平行棒ではハンガリーのフランデルが演技を行っております。引き続きこの演技を見ていただきましょう。倒立でちょっと体がぶれました。なかなかうまく